マルセル・バシェは、フランスの画家である、セーヌ・サンド2県のガニーに生まれた。父親のルドビク・バシェは、版画や、美術書の出版社の創業者で、雑誌、パノラマや、レビュー・エラストレーの創刊者である。兄のルネ・バシェは、美術評論家で、美術雑誌、イルストラシオンの出版社であった。1879年に、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンに入学し、 ジュール・ジョゼフル・フェーブルに学び、管理学校、エコール・デ・ボザールで、ギュスターブ・ブー・ランジェに学んだ。1883年に、ローマ賞を受賞し、ローマの在ローマ・フランス・アカデミーに1883年から1887年まで、留学した。ローマでは、音楽分野のローマ賞を受賞して、ローマに滞在していた、若き日のクロード・ドビュッシーの肖像画を残している。 1889年にアカデミー・ジュリアンの教授となり、1900年からしばらく、ナポレオン一世のマッテージェローム・ボナパルトの長女、マチルド・ボナパルトンの美術教師を務めた。1898年にレジオンド・ドヌール勲章を受勲し、1913年にレジオンド・ドヌール勲章を受勲し、同年芸術アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。